ベターなやつかもしれないですね。子供はどうやって生まれるの？セックス言ったらええのわってなるわってなって絶対あかんねん、それほんまに。あのもうな、すぐ真似するから。なるほど、そうか。もうすぐやねん。それはセックスだから。面白いってなっちゃった。面白いってなっちゃって、もう学校ですぐみんなにセックスセックスって言うから。そうか、あそうか、そうか。だから一時期な、要はやっぱり突っ込むと喜ぶの子供って。で、子供ってボケてくるから、はい、ね、どないやねんっていうのがめっちゃ好きやったよ、はい、俺が肩、どないやねんとか、はい、もうそれもうめっちゃ流行ったもん。なるほど、学校で。なるほど、どないやねん、どないやねんってみんなもどないやねん、どないやねんって。まあ、どないやねんはな、まああれ、セックスが流行っちゃうとね。セックスはやっぱりあかんよ。確かに、誰が流行らしたんだってなりますもんね。なるな、はい、うん、どうやって生まれるの？よう言うのはコウノトリさんとか言うね。あれ、ほんまに言うの？いやどうなんすかね。昔だってもそうだったんじゃない？昔はほんまに。でも今はさ、まずコウノトリの説明をせなきゃいけない。そうなんですよね。コウノトリって何やのみたいな。確かに。だからピン、うん、もう2段階で説明しなきゃいけないから、ピンとこへんな。一発でパッて決めたい、うん、どうやって生まれるの？お母さんから生まれたっていうことは何となく分かってる。分かってるな。特にそれぐらいの年の時でも分かってるからな、覚えてたりするから。あ、うん、お母さんが生まれたっていうことは分かって、うん、だから、うん、川で拾ってきたとかはもう全然通じない。全然通じない。お母さんの中から出てきた、中から出てきたっていう記憶は3歳4歳の時あるから。なるほど、うん、これどうなんですか、お父さん的には。俺もまるでそういう分かんないけど、この俺な、ぶっちゃけいい、うん、ごめんやけど、おしゃれでもなんでもないけど、はい、全然俺の子育ての持論はもう言うでん、言いたい。まあ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 、まあ、ストレートに言う俺。なるほど、うん、まあまあ言い方は考えるけど。そう、どうやって。まあまあな、あやわ、うん、まあ愛し合うちごちゃわ。愛し合うってこと、うん、いやだからまあお父さんもお母ちゃんもこう好きなわけやんか。好きでな、うん、まあお前見ずれわかるけど、こう交わる時があるんだよ。交わるのは、交わる、今はええねん、お前は知らんでも。交わるってどういう、まあ、交わるって言った言い方は、まあ、今お前まだちっちゃいから難しいけども、なんか合体する時があるね。ピターって、なんでそんなくっつくのって言うから、ピターってくっつく時があるね。合体するの？そうそうそう。で、気づいたら、赤ちゃんができた。合体したら赤ちゃんができた。そうそうそう。その合体はゆくゆくわかる。またそれはゆっくり教えたら、ほな帰るの父ちゃん、どこでやってんのこれ。明るい父ちゃんやろこれ。どこでやってるから。ほな帰ってたよ。でも俺ほんまそうしたよ。